Steam のビッグピクチャーでスクリーンショットのボタンをオフにする方法。コントローラーの設定でスクリーンショットのボタン、スクショが割り当てられています。このボタンですね。このアイコンかな。これを、このマイナスのアイコンを選ぶと、この部分が空になって、スクリーンショットのボタンを押してもスクショが取れない状態になります。今スクショのボタンを押してるけど、スクショは取れないです。で、これがデフォルトの状態、スクリーンショット、このアイコンですね、これが割り当てられている状態だと、ボタンを押すとスクリーンショットが取れます。で、このスクリーンショットを撮るのボタンを、このマイナスのアイコン、これを割り当てて空にすることで、このスクショのボタンをジャイロのオンオフに当てて、今ジャイロオフですけど、スクショのボタンを押すとジャイロが使えるようになります。だから、このスクショのボタンをジャイロのオンオフのボタンに割り当てることができる感じです。スクショができる状態でも割り当てることはできるけど、それだと毎回ボタンを押すごとにスクリーンショットが撮られちゃうので、オフにした方がジャイロのオンオフボタンとして使いやすいです。以上になります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。